多分いけるはず。なんか表示のあれが消えてた。こんばんは。今日はオンラインチェキ会です。なんか今回は18歳から21歳までの写真をチェキにしたんだけど、なんかあんまりさ、それこそアイドルやってない時代ってさ、自撮りってあんまりしてなくって、なんか一人の自撮りだからめっちゃさ、友達切り取ってさ、トリミングとかしてるから結構ユキナの顔がバンってチェキに出てるんだけど、まあ、それもご愛嬌ということでよろしくお願いします。犬飼いたいって言ってたから着替えた。おお、久しぶりのアバターじゃないそれ。ありがとう。ユキ髪伸びたね。あ、そう、伸びたね。伸びたけどちょっと伸びたね。そうだね。奈々様愛にあふれた馬絶対初見じゃないじゃん。ありがとう。前髪が元気ない。なんかなんて言うんですか、私事なんですけど、今日北海道時代に5年くらいアイドルをやってたんですけど、その頃の初期メンバーで3年半くらい一緒にやってた同期で同い年の子たちが東京に来てて、そう、遊びに来てて、だからその子たちと今日ご飯に行ってきました。やっぱり安定だなって思った。3年ぶりと2年ぶりくらいに会う感じだったんだけど、連絡は取ってたんだけど、だけど本当にやっぱり大好きだなって思ったし、なんか言わなくても分かるし、変わってなくて安心したし、なんかやっぱりメンバーって素晴らしいんだなって思いました。あ、小僧、そうよかった、会えてすごく嬉しかったです。はい、ということで早速オンラインチェキ会をやっていこうと思います。ミルキビリ同窓会、そうそうそう、同窓会をした、すごく楽しかったです。あとリーのことを覚えてた、2人とも。昔ご一緒したことあるよねみたいな、私ユキナ入って見てびっくりしたのみたいなこと言ってて、おすごいねみたいなみんなやっぱ覚えてたんだと思って有名でしたちゃんと話に出てきて、あとゆきりらチャンネル見てるよって言ってくれてすごく嬉しかった。ということでやっていきます、オンラインチェキ会。なんかランダムって言ったんだけどさ、なんかちょっと机汚いかもしれないけど、こういう感じで今カルタみたいに並べとって、お茶が映ってますね。カルタみたいに並べとるんやけど、こっから適当に選んできます。なんかめっちゃ揺れちゃった、ごめんなさい。ガクガクそう、たくさん選んでいきたいと思います。こっからパッパッパッとやっていきます。で、なんか本当にこういう裏側は話さない方がいいのかもしれないけど、この時間にさ、メッセージを書くとさ、なんか薄っぺらい内容と言ってはしまいますが、ちょっとなんていうの、頭を使ってさ喋りながらメッセージって考えれないから、メッセージのところは配信が終わった後にみんなに一言一言気持ちを込めて書いていきたいなと思うので、この時間にはサインとお名前を書いていきたいなと思います。で、デコチェキの方も順番に注文してくださった順番かな、わからないけど順番に呼んでいくので、デコチェキも共に、なのでデコチェキ頼んでくれた方も最初から見ててもらえると嬉しいです。チェキカルタは楽しそう。そう、占い師みたいでしょ。なんか大学の入学式の写真を使おうかと思ったんだけど、スーツだったんだけどね、大学の入学式の写真、なぜかさ全て写真がブレていてさ、綺麗な写真がなかったから、大学の最初の授業初日の朝行ってきますみたいな感じで撮った写真を使いましたそこもご愛嬌。でも初めてパーマをかけた時のロングの写真なので、これもレアかなと思います。
スーツ欲しかった。そう、スーツね、家にあるからスーツのチェキとか普通にやりたい。スーツ着たことなくないけど、だから大学入学式で着たスーツを着るとかやってみたいなと思ってます。高井さんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今日はオンラインチェキ会なのでぜひ見てってね。撮る人めっちゃ手振られてんかな、ね、わかんない。なんでなんやろ。パーマはレア、パーマはレア。あのエクステ時代とかベリーショート時代とかアパレル時代とか前撮りとか大阪旅行とかいろいろあるんだけど、まあたくさん頼んでくれてる人には被らないようにしていきたいなと思ってます。あと高校時代のやつとか制服着とるけどネクタイがバレるからあのシール貼っとくな。はい、ということでサインしてきます。急げ。まず猫1枚、焼肉小僧ありがとう。小僧めっちゃあれだね、私の前世は知っとるから前世じゃないやつがいいのかな。前世とか言って、で小僧はでも何でも好きって言ってくれるよね、きっと。え、なんかさ本当に多すぎて選べないから適当に取っていくね。この辺でいいか、この辺でいいかとか言って、デコチキ1枚ね、よいしょ。デコチキ1枚これにします。アパレル時代かな、これめっちゃ加工強めの。知らない時代あったっけ、アパレル時代知らない。携帯だからできることなんだ思うので。お、なんか納品の番号なんじゃない。小僧アパレル時代の、かゆ痛い、加工強めのやつのやつとか言ってデコチェキにしていきますね。続いてゆえさん、デコチェキ1枚とピンチェキ3枚、ありがとう。ゆえさんもデコチェキ1枚とピンチェキ。頑張ってー。これは言ってた方がいいのかな、言わない方がいいか。いつの時代が来るか楽しみにしててね。じゃあ、え、やばいやばいやばい、机にマッキーペンめっちゃついてる、困った。これはよろしくお願いします。なんか言わない方がいいかな。楽しみ、お楽しみにとかにしとく。どっちがいいんだろう、なんか見せた方がいいのかな、どっちがいいか。夏のせいだな。他ですね、知らないので期待してます。ぜひぜひ期待しといて。なんかでもいつの時代も可愛い。ユキがアパレルだったらお客さんいっぱい来たでしょ。そうね、来てくれたかも。でもどちらでもいいよ、ほんと。なんかなんだろう、どの時代もね可愛いんだよね。どの時代を切り取っても私って可愛い。はい、ということで大学初日とベリショとライブの時の写真、これをピンチェキにします。ありがとう、ゆえさん。そしてデコチェキも、デコチェキってデコデコデコだよね。なんか首がかゆい。首がかゆい。デコチェキを映えそうな感じのにしよう。成人式の前撮りドレス、ドレスの方にしようかな。
たくさんありがとう。そしてお誕生日おめでとう、ゆえさん。ハッピーバースデー。誕生日付きだからたくさん頼んでくれて、ありがとうね。いい一年を過ごそうね、一緒に。ありがとう。ほっ。ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。続いてはですね、ひろくん、ひろくん、どの時代のユッキーをゲットできるか楽しみですね、とありがとうございます。ひろくんはデコ1ピン1ということで、デコ1ピン1選んでいきます。みんな何が欲しいとかって決まってるのかな。ひろくんありがとう。みんなの中でこれが欲しいとかってあるのかな。あ、これとこれにしよう。ちょっと一枚は見せれないけど、ひろくんの好きなツインテールがあったので、ツインテールにします。めちゃ、ちょっと待てよ、デコチェキピニー1だもんね。じゃあデコチェキは高校の卒業式、この時はちょうど18歳になったばっかり、ちょっと顔薄めの化粧してなかったから、そっちはデコチェキにしますね。あとはひろくんの好きなツインテール。なんか今ツインテール、なんかさ、たまにさ、その制服公演とかで制服を着たりするじゃないですか。でツインテールしたりとかするじゃないですか。なんかやっぱり顔が違うと思って、昔もうちょっといけど顔が丸くって子供っぽい感じだったの。まあそれは大人になったからっていうのもあると思うんだけど、なんかすごいなって思った、年のあれ、なんていうの、年月が経つというか、すごいなって思ったから、いろんな、なんかこの時代のツインテールはこうみたいな感じやから、なんかすごい、人ってすごいなって思いました。今回写真を見てて可愛かったけどね。本当。でもまあどの時代も可愛いですからね。ひろくんにはこちらの2枚を、どっちも制服になっちゃった。許して、こちら2枚ピンとデコと1枚ずつ、ありがとう。みんなこれをゲットできたら、から子さんって言っていいよ。みんな子さんだよ。今日から子さんだよ、みんな。ありがとう、ひろくん。ひろくんの楽しみにしててね。デコチェキをね、今回テーマどうしようとかめっちゃ考えてたんだけど、なんか、そのチェキを見て、なんか歴史を感じれる感じだといいなという気持ちです。なんかさ、ここがすごくかゆくって、なんか赤くなってきちゃった。なんでだろう、うん。子さんって言っていいですよ。続いては、あ、初めて、レイジー、レイジーいる、初めてだレイジー、レイジー、デコチェキ初めて、ありがとう、嬉しい、来ます、だって、ありがとう、嬉しい、初めてデコチェキ、何がいいかな。なんかほぼほぼデザインは一種類っていうか、同じ写真ほぼほぼ使ってないんだけど、そう、入学式じゃないや、大学当日のやつだけ一緒なんだけどさ、他はほとんどねデザイン違うから悩むな。でもレイジはいつも綺麗な写真を使ってくれることが多いから、綺麗なやつにしよう。はて、はてはて、綺麗なやつとはどうしようかな。なんかかゆいな。すごい、普通の時にすればよかったかな。普通のやつにしようかな、じゃん。でもなんかこれ綺麗だなって思ったっていうか、ネイジの先輩方に
ゆきこの写真ツイッターの見たんやけどめっちゃ可愛かったとか言ってくれた写真があって、自分の中でもこの5年間やってきた中でお気に入りの写真っていうのが5枚くらいあるのね。それをもうみんなに届けたすぎて今回チェキにしたんだけど、めっちゃ綺麗なやつがあるの。それにします。自分で言うかってくらいなんだけど、ファンの人が綺麗に撮ってくれたのかな、分からんけど、昔の写真ってそれこそさ、ライブ中に撮る写真ってブッサイクなやつばっかなんだけど、いけな顔がなんかみたいな感じなんだけど、本当に自分の中で何枚も何枚もある中でお気に入りショットというものがあるので、そちらにしてさせていただきます。綺麗にデコします。初めてだからね、気持ちを込めて裏にもメッセージ書くので、ぜひ楽しみにしててください。ありがとう。本当に女の子だけどいいの。レイジありがとう。またぜひ普通の時にも頼んでくれ、楽しみ。あ、なんか来月会ったら2015年、何年だろう、18歳より前、17歳とか17歳とか、うん、の、写真も使おうかなというか、昔の可愛い加工写真もそんなに可愛く撮れてない時代だけどそれもやろうかなって思ってるので、ぜひよろしくお願いします。現役 JK 時代ですね。続いて、僕らのあるべき姿今ここに近い立てよ。ゆきりもハマった、ありがとう。続いてどさんこ直樹さん、どさんこ直樹さん、どさんこ直樹さんはたくさん、おゆきの子さんになってくれるのか。デコ1枚、ピン4枚、ありがとう。めっちゃ昔の可愛い自分出してる。いや、可愛くはないんだ、可愛くないけど、なんか嬉しくない？昔の写真ってなんかそんなに可愛くなくて面白いし。ピン1枚、デコ4枚、なんか札幌ラーメン食べてる写真あるから、札幌ラーメン食べてる写真にしよう。色ばかりで見失いかけることもある。え、全部ね可愛いんだよね。どうしよう、迷っちゃう。キャッキャッハレー、これにします。5枚決定。三遊の写真、三遊ってなんだ、三遊ってなんだろう。自然とはちょっと待ってよ、携帯の画面暗くなるのやめて。どさんこ直樹さんのデコチェキはこの卒業式写真、違う種類のやつと、見てネイル変えたネイル変えたっていうか、またネイルしてた。うぶゆ、うぶゆ、生まれたてってこと？生まれたてはないな。どさんこ直樹さんありがとう、たくさん嬉しい。三遊とは、三遊って見えた三好の食べてる写真あるのか。三好のさ、行ったこと1回しかないんだよね。しかも餃子食べなかった。北海道人としてあるまじきことだよね、きっと北海道人としては三好の
前って体洗うために使うお湯のことよ。そうなんだ。体を洗われてたんだうち。ユキンセブンのポーズ写真ない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 よそんなの。ユキンセブンのポーズ写真とかなかなか撮らんな。探せばあるかもね。でもそのネットというのかな、ネットで拾いに行けばありそう。に怯えた歌でとかわすぎ。ほんとタンタンタンとか言ってかっちゃん、ゆきちゃん、こんばんは。ありがとう。どさんこなおぎさん、4枚。ピンチェキありがとう。北海道を感じれるものにもしました。あと、デコチェキは。顔が薄めの私です。ありがとう、たくさん頼んでくれて。今日からゆっきの子さんです。ありがとう。バカっぽかったけど大丈夫それなんやけども自分で思った、バカっぽいよなと思った君と見据えるアイスパンアイキュー。続いてみんなありがとうね、たくさん頼んでくれて。あさみさんこんばんは。こんばんは、ありがとう。続いてひろむ、ピン4、デコ1。今のユキが好きだけど北海道のユキはちょっとだけ気になっちゃいますか？気になっちゃうんですか？ユキは賢い、賢いのか私って賢いのか。ヒロムありがとう、嬉しい嬉しい。これと、あ、横チェキとかあったら嬉しいかな。なんかさ、写真でチェキだからさ、ちょっと遠目から撮ってても顔が綺麗に写ってて素敵だなって思う毎回。くかすしんきらをなんてどこにあるの。あるよね。1,2,3,4,5、どれにしようかな。ちょっと待ってよ、何時代がないんだろう。あんまりさ時代をかぶらせたくないやん。1,2,3、これか、これとかかな。4,5枚目。よし、アイバーが一番好き。そうだね、アイバーが一番好きかも。ショートの顔ちょっとアップね。これ富士急に遊びに行った時のイルミネーションと私。これ前撮り前写真と入学式当日と卒業式当日。めっちゃということで、あれ待って待って、1枚デコだよね。それこもりの現象、1枚デコ、4枚ピン、いっていきたいと思います。エールからお支援した、いやそんなことないよ、エールも好きだよ、エールも好きだよ。なんかこの写真を遡ってるうちに写真撮っといてよかった。チェキいいなーって。ぜひ次回のオンチェキ待ってるよ、待ってるよ。今着てる水玉の服可愛いよな。嬉しい、ありがとう。
可愛いって言ってくれた。よく最近着てるこれ。なんか暑くなってきたから夏服も買いたいな。つくづくカチューシャが似合うと思う。ほんと？やった嬉しい。はぁって言ってるダメか？ダメなのか？よいしょ。ヒロムありがとね。4枚もあと5枚5枚もありがとう。デコピンデコピンデコピンありがとう。楽しみにしててね。届くのあさみさんツイッターフォローしたよ。本当？ありがとう嬉しい。やった嬉しいよ。ありがとう。毎日写真はあげるのでハートをしてくれると嬉しいです。ピンチョーさんこんばんは。こんばんは、ありがとう。オンラインチェキ中です。なお。ぜひ、次回のオンラインチェキ、買ってね。気が向いたら買います。おー。むけむけ。気が向け。あ、あと23時から、チェキ帳をするんですけど、最後になるかもしれないので、ぜひ来てください。もう本当に後悔する。絶対来て。絶対に来てね。よろしくね。続いて大大ポンデコありがとう。1枚デコ1枚デコデコします。大大ポン好きなのって何なんだろうね。大大ポンって何が好きなんだろうね。成人式の前撮りとかかな。おっちょ成人式の前撮りとかにしとく。この着物なんかちょっと待って、これちょっとなんか顔が潰れすぎじゃないか。ちょっとタイムこれちょっと残しておこう。大大ポンこれ振り袖チェキチャやめるのか。うん、チェキチャはやめないんだけど、そう悩んでんだけど最後ってどういうこと。今日で見納めかもしれないから。今月の最後ってことじゃないの。今月の最後ってことじゃなくて、今のこのゆきなのビジュアルを見れるのが最後かもしれないから、ぜひチェキチェキ来てね。みんな整形するとかじゃないよ。整形するとかではないよ。大大ポンでこっち来楽しみにしててね。切るんか髪切るの。切るんか。大大ポンありがとう。長い方がいいじゃんなんて言うから、ずっと切らずにいたの。続いてゆきなのハガッチ。ハガッチの好きそうなのはないな。エチエチがちょっと少ないかも。少ないっていうかないかも。ショートにしたらおします。ショート好きの人集まれ。ハガッチの好きそうなのね。ちょっとアップめね。で、あ、でも、あー、そっか。なんか、これ1枚持っててほしいなっていうチェキがあるから、それにするね。1枚ずつだけ？あれ？すぐ忘れちゃう。脳みそが、おばさんか？ピン2。デコ1ピン2デコ1イエ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 イ。あ、これ好きそう。ピン2デコ1君にだけよイエイエイエイ。もしも君がいるなら頼むね。どうしたの君。
ハイショート好きですけど呼んだ呼んでない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 。あがっちありがとう。デコどれにしようかな、デコこれにしようかな、ちょっと待って8かな。うん、あパスコードちょっとめんどくさいね。デコをアパレル時代の服、あと大学の授業中に自撮りしたやつ友達とこれちょっとね好きなんだよねめっちゃ笑っとるやつ。あと大学の、こっちは大学の1年生、こっちは大学の2年生の時の学校祭これ学校祭。授業中に何してんなんかね暇だったんだよねだから友達とこっそりこうやってやってこうやってやって笑ってた。どっちかショートは大丈夫大丈夫かな。ベリーショーはありだと思う。ベリーショーはね、ベリーショーはちょっと難しいかな。一回ねベリーショート時代はあるんだけど、やっぱネージュの感じとかさ、曲とか衣装とかを考えるとベリーショーよりはかな。あがっちありがとう。こちらお届けします。これおすすめ、好きそう学生の時は携帯するならなかったような気がする。本当ありがとう。3枚お届けします。あと20分くらいかな、順調な気がします。続いてさくちゃん、デコ1ピン1、ゆきなの子さんにありがとう。あがっちありがとう。届くの楽しみにしててね。暇だったからと授業中だけど、なんかガイダンスみたいな感じだったんかな多分さくちゃんはベリーショー時代とアパレル時代かな、好きそうへいほー。さくちゃんはベリーショー時代と、なんかマッシュみたいにしたことがあってね、一回仲間お待ちしております。そうだよ、仕事仲間で。デコ1枚、デコ1枚はアパレルのね多分福袋とか売ってる時かな、お正月に夜お店閉まってからまあいろいろ作業あってハッピーターンが置いてあったからハッピーターンを加えて撮った写真とベリショ時代です。絶対好きやと思う楽しみにしててね。ほっ、今日から雪の新規ということでよろしくよろしくお願いします。続いてティア2枚、ありがとう。どっちもデコだ、嬉しい。かわいいやつを選ぼうかな。じゃああれもなんか好きそうな、成人式の前撮りと、どっちがいいかな、ドレスと。なんかさ、ゆきやのお気に入りの写真があるんだけど、ドレスと振袖とあるんだよな。どっちもいいねどっちもいいねとか言って、どっちも可愛いんだよね。あんまり被ってなさそう。あとはなんだろうな、何がいいかな。エクステつけてる時代のとか、
え、なんか顔が太ってるけどその2枚でだって前撮り2枚やったら同じ日だけど大丈夫そういいのそれでいいのか。あ、でもこの辺も好きなんだよね好きなやつたくさんある。エモシャンみたいな。したいよ。インキザモ。とりあえずこれ決定。ドレス。でこっち行き。もう一枚はね。おお、これもレアな気がする。レアなやつにするね。あ、でもボブやけどボブやけど結構レア。あ、でもな、いろいろいいのがありすぎるよ。みんなどうしよう、全部かわいい全部かわいい。自分なんかめっちゃかわいいんだけど、本当に昔の方がかわいかったそんなこと言っちゃダメか。昔の方が可愛かったかもしれない。いや、ミスドでバイトしてたんだよね昔。そのミスドのバイトのなんかありがとうございましたみたいなやつ。めっちゃレアくない？めっちゃプライベート感すごくない？これも可愛い。まあ、全部可愛いんだけど。なんやなわ。こちらデコにします。楽しみにしててね。プライベート感今が一番可愛いんでは。嘘、本当？まあ、美容に気を使ってますからね。続いて、やったー、だって前撮りとくティー、ありがとう、楽しみにしててね。クックさん、デコ4枚ありがとう。いつもありがとう、本当に嬉しい。おもおもちゅにおもちゅにデリシャ時代と、あ、大学で撮ったエモーションみたいなのめっちゃ良いでしょあと、あ、このライブ前に撮った自撮りと、前撮り、ドレスの前撮りとかにしとこうかな。どの画角が被ってないんだろう。これか、開けないでデコ4枚、ドレスの前撮りと大学のエモシャとベリショとなんか自撮り。これ大学2年生かな。なんかユニチョウってあるんだけど、そのユニチョウでライブがあったんだ。毎年なんかみんながファンのみんなが焼肉を食べてる前でライブをするっていうちょっと自分たち的にはめっちゃ飯テロされてる感覚なんだけど、4枚セットでないと。あ、でも4枚セットだったらどの時代もあのゆきな、どの時代のゆきなもいるよっていうどの時代のゆきなもいるよ。そう、 H の11、おきらくね、かわいいかい、かわいくない？普通にそんな言い過ぎたらダメだね。かわいくデコります。裏のメッセージもたくさん書きます。楽しみにしててね。なんか言われたら言いなりになりますよ優しい。ぜひ楽しみにしててね。全然違うね、髪型と顔と楽しみにしててください。
嬉しいな。いつもさ、あの何頼んでくれる方もそうだけど、今回もって、今回はレアだからって頼んでくれてる人もたくさんいてすごく嬉しい。やった、ありがとう。続いてあきさん、すごい、北海道行ってる時にちらっと見かけてました。ありがとうあきさん。ピン10デコ5でマックス頼んでくれてる、嬉しい。もう全部入れちゃう全部入れちゃうよ、全部入れちゃうよ。1210枚やな、音楽止まっちゃった。1234567やばいやばい、ちょっと待って、9、おどこまで、あ、1234567891、あきさん来てるのかな、10 11 12、どの時代がないんだろう、13、おこの辺、14 15、どの時代がないんだ、語りみたいだ君だって、でも来る時は抱きしめていこうね、季節のかな、15、1、2、3、1、2、3、4、5、ではこちらのベリショ時代とエクステつけてイースターのディズニー行ってるやつと、マッシュに切って黒髪にしたのにちょっと伸びてきちゃってキノコヘアみたいになったけど、髪の黒いやつが落ちて茶髪になったらちょっといい感じになった時代とめっちゃ長いと、あと高校の卒業式とアパレル時代秋暴れる時代秋、この5枚をデコチキにします。たくさんありがとう、来てくれてるのかな、来てくれてないかな、あ、あと10分しかない、汗汗。こちらデコチキにしていきます。欲しいわけじゃない、よいしょ、デコチキ5枚ありがとう。続いてピンチェキはエモシャの2種類目と、USJ 行った時と大阪旅行でなんかめっちゃ長い串食べたやつと、その声出したかなと言ってみる、失礼しました、その通りです、と富士急行った時の2種類目と、あのハロウィンで花かんまりして JK のコスプレしたやつと、大学時代ふざけて写真撮ったやつと、授業中にああ行かないで、あとゆきなのめっちゃお気に入りの写真と、あどこまで行ったっけ、大学の入学式と前撮りの時のドレスの写真と、また授業中、そう高校時代のこと長すぎだから失敗して確かに長い、あと初舞台アリスインプロジェクトっていう舞台に出させていただいた時、初舞台で出させていただいて
最終日にお花をいただいた時の写真、めっちゃレアですね。こちらピンチキですのでサインをしていきます。嬉しい、あきさん初めてだと思うんだよね。こんなに頼んでくれたけど配信見れてないのかな、悲しいね。でも見れないけど頼んでくれたのかな、ありがとうございます。届けばいいな、このありがとうっていう気持ちが届きますように。ダメだ、歌っちゃダメだ、喉を大事にしなきゃ。授業中ね、授業中結構いけなふざけてたんだなって思った。結構ふざけて写真撮ったりとか、アイス食べながら受けたりしてたかもしれない。そう、なんかその少人数のとことかは無理かもしれんけど、大人数200人300人で受けてる授業ってさ、見られてないから、あの夏とかなんか分からんけど、あの私立の大学なのにクーラーの入ってない部屋があったんだよね。普通に驚きじゃんそれが。だけどクーラーが入ってないから、あの暑すぎてもう本当にしんどくって、でも休めないから、いつもあのコンビニ、大学のコンビニでアイスを買ってみんなで食べてた。本当に暑かった。風通りがない日とかはもう最悪だよね。自由すぎんって、自由なのかな。みんなでも大学生ってそんな感じじゃないの？そんな感じだと思ってた。ねえ、じでもみんなで演劇の舞台やって、ああ面白そう。演劇の舞台いいね。みんな上手そう演技。あーどうだろう、でもおもちとか笑っちゃいそうだけどね。でも楽しそう、すごい。授業中アイスは食べないだろう、ランキー学校。うん、全然高校とかはそりゃ真面目に受けてたけど、大学の時はみんな結構自由だったかも。なんかテスト取れればいいみたいな感じだった気がする。あきさんありがとう、10枚嬉しいです、ありがとう、楽しみにしててね。あ、危ない。続いてあと5分しかない。わちゃわちゃ、続いてハルニー、ハルニーピン5枚ありがとう。全身が好きなハルニーなので、全身が写ってる感じのやつをチョイスしますね。あ、でも3枚くらいしかないや。ドン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 、そこだよと。5枚、全身目な感じのやつ。ピンチキ5枚書いてきます。ハルニーは今日は見てるのかな、いるかな。ゆきしか新しいこと提案できるメンバーいない。そんなことないよ、みんなできるんだよ。みんなできるんだよ、プーさん。ふう、
でもそうだね、新しいことにさ挑戦していけるさ、そういう人生がいいよね。なんていうの、怖がらずに挑戦、まあすごい難しいことだとは思うけど、なんかそういう環境にいさせてもらえるっていうのがありがたいからさ、いろんなことに怖がらずに挑戦していきたいですね。だから今年はね、いろんなことに挑戦していきたい時代じゃないやっていう目標がありますね。じゃん、春にありがとう、いつもピンチェキ5枚ありがとう、楽しみにしててね。続いてみどさん、ゆきりらチャンネル楽しいわ、ありがとう、嬉しい。みどさんピンチェキ2枚ありがとうね。大学入学時代とエクステつけてる。なんかね、東京旅行来た時にね、目が痛くなってコンタクト外して眼鏡かけてるやつもあるよいろいろあるよ。お俺かそう、俺イケアのね、お気に入りのやつがあるよ。やばい、充電が終わりそう、止まってしまってた、止まっちゃってたよ。じゃあみどさんはゆきのお気に入りのショートの時の写真と、止まったかな、動いたよ多分、とあの前撮り写真、この時代のショートが一番好きなんだよね。かわいくない？あ、ショート好き、嘘、嬉しい。あと前撮りの時の振り袖、だからショート好き、よかったこちら2枚ありがとう、嬉しい。ラスト、ちょっと時間過ぎちゃった、チェキちゃん予約してくれた人待っててね。最後ケビン、ケビンありがとう。はい、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。ケビンもピン3枚、入学の時の、入学当初時代の写真をつけます。あとショート時代ショートの時代がね、何回かあるんだよね。いるありがとう、来てくれて嬉しい。ケビンも3枚ありがとうね。ユキありがとう、こちらこそありがとう、楽しみにしてて、嬉しい。またぜひ次回も昔の写真チェキ、ちょっと古いからあんま可愛くないかもしれないけどやりたいと思うので、ぜひみんな注文してもらえると嬉しいです。今回もたくさんありがとうございました。珍しいね、珍しいチェキ、レアチェキたくさんなので、ぜひまた次回のオンラインチェキ会もよろしくお願いします。ということでランキングご紹介してチェキちゃんに行ってきます。13位が東屋、12位ミズ、11位ケビン、10位焼肉像、9位初流、8位ルトンさん、7位ヒロくん、6位サクちゃん、5位リョヤ、4位ハガチ、3位ユエさん、2位クニさん、1位ノブマチさん、ありがとうございました。ストリート系もチェキや、あ、ストリート系もやりますね嬉しい、そうやってあの希望、ご希望をいただけると嬉しいです。
お疲れ様です。みんなありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。ぜひ後悔しないように今日チキチャ来てもらえると嬉しいです。ロング好きな人は特に今日来てもらえると嬉しいです。お願いします。待ってます。ありがとう。お疲れ様でした。バイバーイ。